今回はですね、普段社長インタビューといういわゆるトップマネジメントの、話を主に私たちインタビューで伺ってるんですが、今回はオフィスワーカー、普段私たちあの天神で、天神のオフィスワーカーとして、その天神での日常の生活、ワーカーとしての生活をですね、ビジネスマンとしての生活を送っているわけなんですが、この香港島というですね、香港の、ビジネスの中心地で働くオフィスワーカーたちの、日常、そのランチというですね、お昼の楽しみ、この時間に、密着取材してみました。香港のオフィスワーカーたちは一体どんなランチを食べているのか、グルメリポートとはちょっと違いますが、その働くということを考える上で、日本人たちが働くということを考える上で一つのもしかしたらヒントになるかもしれないという発想で、現地のこの香港の、香港人のオフィスワーカーに密着して、外国人ではなくこのローカルな人たちがどんなものを食べてどういうところでどういう生活をしているのか、そういうものを取材させてもらいましたので、そちらをどうぞご覧ください。この、香港のですね、ローカルワーカー、香港人の皆さんたちと一緒に彼らが食べるランチに同行させてもらうことになりました。その3人ですね、プラスもう1人いるんですが、はい、彼らと一緒に同行してランチを一緒に食べようと思います。はい、はい、I'm like going to the market. Market? Yeah, market. Hong Kong local. Hong Kong local market. Hong Kong market. For lunch? For lunch. Oh, yeah. How is it like? Jurisdiction of local. Jurisdiction of local. Hong Kong. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, 行ってきます。今から行くのはここです、このビル。シャンワンクックドフードセンターって書いてますね。シャンワンの、この町のですね、あのローカルピーポーが集う、ランチの名所だそうです。今から入ってきます。ここでランチが食べれるんでしょうか。うわー、すごい。一体ここで何のランチが食べれるのか。全く見当もつきませんけど、ランチ食べるそうです。うっちゃしょ、うっちゃしょ、すごい。食堂らしきものがありました。Yes. というか1個1つこれだけたくさんあるお店の中から1店舗選んで、そこの料理1つ選んで、そこで買ってきたものをテーブルに持ち帰ってきて食べると、いわゆるあのシンガポールにあるホーカーズスタイルですね。あの屋台がこう寄り合ってて、そこで頼んだものをこう1つのテーブルに持って帰ってきて食べるというですね、スタイルなんだそうです。今からお店を選びます。もう開けてみていいみたいですね。おお、見てください、こんな勝手に開けて中見ながら自分で選べるみたい。おお、これも美味しそう。ナイス。エビ餃子くれって言ったらまだって言われました。まだ食べたい。OK. This one. OK. あのね、ちょっと頼んでみました。シューマイ。Oh, シューマイ、ナイス。シューマイ。でも意外と正統派やね。意外とこうなんかもっとなんかこうすごいものが出てくるかと思ったけど、意外と正統派なランチで安心しました。見てくださいこれ必ずお茶で洗う香港スタイル、これをまああまり衛生的じゃない。あ、見て香港スタイル。お茶を捨てる、洗って、香港スタイルだそうです。香港スタイル、お茶を捨てる、お茶でスプーンを箸を洗って、お茶は捨てる、香港スタイルだそうです。まあ、それぐらいあまり美しくないってことみたいですね。ドキドキします。香港人の皆さんに混じって今僕ら食事させてもらってます。ここにカメラマン元吉がいます。ピンさんです。ピンさんとピンさんの妹さん、クリスティさん。クリスティさん、クリスティ、ナイスミーチュー。そしてヨキさんです。ヨキさんと、今この顔隠してるのジャッキーさん。ジャッキーさん日本語よくわかるんで恥ずかしいって言ってます。ジャッキーさん、そして、はい、アルビン。はい、アルビン。はい。
Can you explain today's food? It is barbecue food. Barbecue food. Barbecue food. Barbecue food. And this is yamcha. Yamcha. Shumai. 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 And how about this? Taekwon. スペアリブ。はい、うん、辛くない、うまい、辛くない、おいしい、お届けしてまいりました香港のローカルオフィスワーカーのランチのシーンでしたけど、とにかくあれだけですね、9品の料理と、ドリンクがついて、あれだけ食べて2,500円ちょっとということでですね、まあ、一品平均ざっと270-280円ってところでしょうか。もうそれだけの料金で食べれるという、これだけ都会でありながら、都会のど真ん中でありながら、ローカルピープルの料理ランチっていうのはもう結構劇的に安い。そこがですね、やっぱりそのどんどん頼んでどんどん食べて、もうエネルギー入れる時もすごいし、それを発散する時もすごいみたいなですね、あんまりそのなんていうか、昼食べる料理に対して手加減しないというかですね、もう容赦ない、もう食べれみたいな、もうガツガツいけ、昼から肉と野菜と、米と餅と、それから魚食えみたいなですね、ものすごいなんかこうエネルギッシュだなというのを強く感じました。本当にまあ、ツーリストとしてですね、そのいろんなそのシンガポールのホーカーズとか、その香港の、ローカルフードセンターなんか回ることはあったんですが、実際このオフィスワーカーたちも、そういう生活をしているということを今回垣間見て、やっぱりこの食事というのも一つそのエネルギーをですね、醸し出す一つの要因ではないかなと。その国のエネルギー、やっぱり安いけれども大量に食べて経済をぐるぐる回す、エネルギーもぐるぐる回す、入れるときはいっぱい入れて、出すときは思い切り出すみたいなですね、そのなんかこうパワー、エネルギーっていうのはやっぱすごいなっていうかですね、感じました。いや本当なんかね、ランチに密着させてもらったんですけど、うん、すごくこう感じるものがありました。ということで、マキエちゃんにエネルギーごとお返ししたいと思います。マキエちゃんどうぞ。